こんにちは、梅のです前回ですねあの私のマシン環境についてお話ししたんですけどもその流れでですね一つお伝えしておかなきゃいけない,のがい,いかなと思うことがあったので今緊急で動画を回しております。というのもですねあの私は漫画を描くのにクラップ クリップスタジオペイントを使ってるんですけども、はい、クリップスタジオペイントというソフトウェアで漫画を描いてるんですけども今この動画の画面に出ているあの作画風景がその模様なんですけどもクリップスタジオペイントを使ってる状態なんですけどもセリフのフォントですねセリフに使われてる書体があのクリップスタジオペイントを使った使えるようにしただけでは出てこないフォントを使っております ベッドね、あの、このフォントを使うために契約が必要なフォントを使ってるんですよ。で、このフォントがですね、森沢っていうところのフォントでして、はい。グラフィックデザインやってる方であれば、あと印刷のお仕事やってる方であれば、もう基本知らないことはない、いもう超超有名なあのフォントメーカーのフォントです。はい。でね、 私グラフィックデザイナーだったからその流れであの森沢のフォントを使うのがもう当たり前になってるんですけどもさすがにですねあのちょっとこの森沢フォントっていうのは年間契約料もなかなか高額でしてはい <laughs> 漫画のためだけにこの契約してるのがしんどくなってきたんですよ。<laughs> <laughs> なのであの年に1回ぐらいある森さんのユーザーアンケートに漫画家用のフォントパックを用意してほしいとか漫画家用にねあのセリフのためだけのフォントだけあればいいから安いパックを用意してほしいっていうのをもう何回かリクエストしてるんですよ。<laughs> で自分のそのリクエストのおかげとかリクエストの回あってとは思わないですけど。 えー、2024年今年ですねの秋になんと学生向けの格安パックが登場すするんですよはいこの流れでね漫画家用のパックが出るといいなと思ってるんですアドビのねフォトショップのパックみたいに、うん、必要なセリフに必要なフォントだけあの入ってる、うん、限定パックみたいな。 <laughs> 出たらいいのになと思っています、うん。ね、あの、学生向けに格安パックが出たってことは、あの、アカデミーとか専門学校でデジタル漫画を制作するにあたって森さんのフォントを使う可能性も出てくると思いますので、そうなるとですね、森さんのフォントでセリフを打つのが当たり前ってなっていくと思うんですよね。で、なってたとしてもですよ、あの。 漫画,家の漫画家にこれから習うって人が高額なね、森沢の本当をね、年間契約するのは厳しいと思うので、やっぱり、やっぱりそうなると漫画家向けのですね、セリフに使われる書体だけがあるパックっていうのが出てこないと。多くの人が使うっていうふうに浸透していかないと思うんですよね。うん。ね、森沢はね、森沢って呼び捨てみたいに言ってるけど、まあ、 会社名なんであのさん付けとかしないんですけどまあ森沢っていうのは一流企業ですから、まあ、バカじゃないからその中のスタッフさんたちもそこの中で働いてる方々も,もバカではないはずだからあの大勢がね使う本当こそが正義っていう状態に持っていくのがとっても大事だって分かってると思うんですよねうんそうそう今はね 漫画はあのセリフの本当は森沢じゃないんですよねうん種類はねでもそれでいいのか森沢っていうデジタルで作られた漫画のセリフが森沢じゃなくていいのかってそれは一番じゃないってことなんじゃないか森沢って思うんですよね <laughs> だからねやっぱり日本のデジタル漫画のセリフは森澤だよと森沢でなくてはいけないだろうと え森沢で「本当打ってないのお前どうしたの?」って言われる状態にねしてほしいなって思うんですよ。そのためにもですね漫画のセリフに特化したそのセリフだけセリフのためだけの本当だけでいいから格やスパックを作ってほしいなと切に切に願っているんです。<laughs> まあ一応ですね今現状頑張って高額なあのフォントの使用契約を払って私の漫画はですねセリフに森さフォントを使ってるわけなんですけども来年あたり漫画パックが出てちょっとこ,ここの辺のコストが下がるといいなと思っております私の漫画ってコストかかってるんですよ <laughs> このクオリティをね担保するのにもね 今下手だけど本当セリフの本当は一流のものを使ってるんですよ。というお話でした、はい、ではまた。